こんばんは、田村貴弘です。イエーイイエーイ、ありがとう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 、もっと拍手ください。いやー、300人いるんだぞ。いやー、まだそこを開けると向かいの家のおじさんに怒られるから閉めた方がいい。いやー、ほんと俺さっき怒られたから、ほんとすいません、ほんとすいませんって謝ったら、ほんとすいません。あ、はじめまして、田村貴弘です。よろしくお願いします。声出していこう。いや、ところで、儲かってます？声出していこう。まあまあ、そんな感じでね、今日はライブパレットで、ラジオでやらせてもらうのは初めてなので、ですね、せっかくなので、ですね、私、ムーニーズの田村貴弘と申します。ですね、今日はラジオらしくですね、リクエストに答えるという形でライブをしていきます。それではいきましょう。ペンネーム、ムーニーズ大好き、ムーニーズ大好きさんよりリクエスト。いつも路上で楽しく拝見させていただいております。いつもやってるジャッジャッジャッっていうやつが聞きたいです。やらせじゃないっすよ。じゃあ、ゆるゆるやりましょう。よろしくお願いします。拍手していいんですよ。拍手っていうか手拍子。だが僕はここにいる、それで十分だろう。情けるがまま時間を使って、誰かの時間を使ってここにいる。僕合ってます？いる愛の言葉は何も
心も大きな渦巻きの中でゆら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 応募したらね、意外にちょうど5通来て、すごいよね、うん、ちょうど5通。今日はな、5曲になれ。それカバーですよ、カバーもですよ。カバー込みで、うん、分かんない、行きましょう、次第じゃあやりましょう。最近のやつです、新しいやつでしょ、もうアゲチューン、こんなジャストな曲はない、やってみましょう、夜に溶ける。Yeah!
いいね。大丈夫かな。あ、そうか。どんどん行きましょう。忘れてどんどん行きましょう。ペンネームふみかさん、私はしのりょうさんから、私はフォーク世代なのですが、フォークソングが好きですが、そんな曲はありますか。なんだ、ホリじゃなければ聞いてみたいです。投げたよ。投げたよ。投げた。じゃじゃじゃ。うわあ。じゃあホリじゃないので、ホリじゃないのでやってみましょう。カバー。できてはよくできてますね。そうなんですよ。ね。なんで俺の話に。あ、それ俺しか映ってない。俺しか映ってない。あの、映ってます？ちなみに映ってない、映ってない、映ってない、すいません、今日頼りにしちゃってすいません。あの、オリじゃないのでやります。そう、何しようかな。フォークソング、あ、はい、わかりました。よし、じゃあ、びっくりで、うん、飲んで、うん、こう言って、ちょっと飲んで、何ですか、何曲、口笛に誰の曲ですか、ボーディランプか。なんだこの、なんとも言えないか、産んだとは俺か。300人に対して1人が住めるのは国か。じゃあやりましょう。あのフォークソングを1曲いきます。おー、大きな国の小さな自分は何が本当か身の回りしか知らないよ。それがいいの、考えてもわからないよ。大人もテレビの中で争ってる、箇所がどうだとか自衛権がどうだとか、悲しいのと痛いのはただ嫌だよ。どれがいいの、電気もなきゃやってらんないし、本当の答えは誰も出せない。その うち夜になるから眠ればいいよ。春は草も生えるし、虫もその季節に鳴く、波も同じように立ってるのがいい。形はあるようで同じものはない、ただ全てが生きてそこにあるだけ。それがいいの、身の回りしか知らないよ。本当の答えは誰も出せない。大切な人の大切な人は大切な人の大切な人のそのまた大切な人の隣で、隣でつながっている。大切な人の隣の全ての大切な人は全て隣でつながってる。僕らが眠る頃誰かが起きる、目の前は一つ、空想は無限、これが正しい。
しいの祈りはいつも一つだけだけど、本当の答えは誰も出せない。ありがとう。イエイ。あれなんですよ。わかります？なんで俺に助けを求めるんだ。助けを求めるね。なんていうか、5曲しかやっちゃダメって言うから、5曲の中でどうやって長いことを作るか。それぐらいでいいですよね。それぐらいがいいです。本当の答えは誰も知りません。よし、じゃあですね、次で4曲目になります。いいよ。木下正明 is 大統領さん。あ、佐々木さん、急にうるさくしてください。カバー曲1個入れて。あ、もう聞いたわな。カバー曲入れて。俺そこしゃべりして。2週間前にですね、俺の大好き浜田哲太さんに行ってですね、あさるわけですよ、CD を。オーナーを。わかりますよね。多分皆さんあさってると思います。俺が多分最初に見つけた。あの、昭和の日本を代表する伝説の漫画のベスト版を300円で。ね、いっぱい日本にバンドマンいましたけど、ビートルズの前座やった人ってそんなにいないと思うんですよ。ってことは、誰かは大体わかる。あれ、ドリフターズ。予想したリアクションと違ったよ。じゃあそう、ドリフターズ。ドリフターズのずんどこぶしカバーしてみました。おぉ、水自然たくもあまたに新婚当時を思い
陰で泣いていた可愛いあの子が懐かしい。あいつ全然全然じゃあサボドビア最後の曲いきましょう。最近よくやってるやつを最後にやります。よかったら覚えてる人とかいたら、もしよかったら一緒に歌ってください。ダンスインタイム。やばい。
ハハハハ。